ズッチーのチャンネル、始まるよー。はい、ズッチーです。京子です。眩しそうだね。眩しい。西日がね、今日はね、はい、アジヘイさん、うん、最近見なくなりましたけどね。そうだね。はい、ちょっと見つけたんで、うん、潜入してみましょう。グッチーのチャンネル。はい、餃子の虫みたいですね。なんか餃子がすごいですね。ね、今日はもちろん頼みましたけど、はい、サラダとかね、一品料理もね、充実してますね、ここ。味平のこだわり料理。こちらラーメンですね。味平ラーメン。690円。今日ね、僕は塩バターラーメン、相方は味噌ラーメンですね。ご飯物、ちびっこラーメン、はい、こんな感じです。ビール飲みたい。うわ、セットこっちの方が良かったね。これね、見落としてましたね。全然見てなかった。グランドメニューしかね、見てなかったです。はい、ということでこんな感じです。さすが愛知県ね、名古屋飯、台湾ラーメン、カキフライね、スイーツも。愛知県なんですけど、何気にトンテキとかあるの。北海道名物なんですけどね。ね、愛知県はね、他の名物を、ね、パクろうとしてますからね。はい、もうちょっとね、変えればいいですよ。例えば味噌トンテキとかね。そもそも味噌もパクリですからね。名古屋のもんじゃないですからね。岡崎っていうところでね、味平さんといえば食べ放題のキムチ。そうですね。こんな感じです。失礼します。餃子が来ました。美味しそうですね、テンション上がりますね。バターすごくない？バターでかいな。うわ、そして相方の味噌ラーメン、うん、美味しそう。なんか昔ながらのね、うん、味噌、ザ味噌、味噌。それでは食べてみる。いただきます。切れてねえし。いただきます。匂いはね、昔ながらの塩の匂い、うん、うん、いいですか。うん、昔か。ちょっとまずいかも。うん、味噌はどうですか。割とあっさり。あっさりだね、うん、塩もあっさりだ、うん、本当にね、最近あんまりね、どっかで食べるようなラーメンがないですね。懐かしいやつ、うん、はい、それでは餃子もいっちゃいます。餃子、ほら、ふわふわ、どうぞ。あ、これうまい。皮がね、ほんとにうまい。この皮がってね、うん、
れはね、歯がいらないよね絶対だ歯がいるご飯いっちゃいます。そしてバターをね、ちょっと溶かして、周りから食べる。うわー、でも本当に昔ながらだな。こんな感じ。これね、胡椒いってもいいな、これ。胡椒。美味しかったな。味噌はあれだ。一味だよ。なんならラー油かけてもいいですか。うん。いただきます。おいしい。すごいね。あ、そちらにもメンマ入ってますか？メンマはね、すごく柔らかいです。味が濃くてね、美味しいですね。うん、あ、ほんと。うまいでしょう。うん、美味しい。はい。チャーシュー。いいですね。これね、ありがたいですね。そう、ライスを頼んだってことね。キムチライス、もっとガンガンいきたいんですけどね。うん。あ、おいしい、おいしい。
くなって、うん、あんまりね熟成してる感じで硬くもない。そうそう、うん、うん、美味しいです。ウッチーのチャンネル、はい、美味しかったね。お腹いっぱいですよ。相方もスペオッね、もう俺入んないです。まだね、釣りもう1軒というわけで、最後ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。じゃあねー。